はい、移動ありがとうございます。さあちょっとお茶飲んできましたということで行こう。白っぽいね、しょぼい、ちょっとしょぼいですね、いつもに比べて。はい、お、星がついてる。いい心中。あそこがラスボスかな。まあ普通なら、今までの感じならあれラスボスじゃないんですよね。隠しですよね、多分ね。これは雪深い。これ相当抵抗があります、ほら。うーんって。滑りはしないんですよね。滑る感じで、あ、滑るわ。あー、こういうことか。うわ、めっちゃ嫌や。気づかんかったらよかった。すげえ、うわ、ラッキー。はぁ。すげえ嫌っす、この滑るの。これきついな、結構。普通に歩いてるとあんまわかんないんですけど、ちょっと調整したい時とか、めっちゃやばい。これ、ツルツルなる。危ない、これ。ちょっと、ここはバルーンで丁寧に。よいしょ。なるほど。嫌やな。なんやねん、こいつ、ほんま。無理やん。当たんねえ。マジか、あのタイミング。無理やん。いけるしかなかった。うわ、マジでこんな奇跡あります。危な。危な。ワンアップ即殺しに来よったな、今。危な、危な、危な。このギリギリの調整がすげえむずいんですけど。よいしょ。ボスは倒した。よし。ふっ。ジャンプで止めるって感じかな。うわぁ、来るやんけ、やっぱり。しかもあっち復活してもた。あたたたた、もう。もういやいやいや、やめてやめて。倒すか。うわうわ、ラッキー、危ね。ちょっと待って、ワンアップがすごいんですけど、ラッシュがここに来て。この引き。このワンアップラッシュ。あっちか。危ない。うわ、怖いわー。なぁ、危ない。よし、耐えた耐えた耐えた。いった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 。よっしゃ。これはバルーンでしょ。一気にちょっと3機増えたんか。ちょっと一気に3機とか、ちょっとごめんなさい。一挙に3機も増えましたね。やったぜ。絶対一番左が正解よな。あれ？あれ？そういうことか。わかったわかった。これで、まずは、うっ、こういって、こういって、これ多分飛び降りるんだと思うんですよね。ちょっと待って。ためとこ。下、いけんのかな？ねえ。こう、ほらほら、いけたいけた。よっしゃ。うわ、でももうボスやで、これ体力ないわ。どうしますか。いい感使うか。5機あるしね。1機使おうか。ちょっと様子見で。武器は、リングブーメランだそうですが。何やこいつ。弱いやん、めっちゃ弱いやん。あ、食らった。結構ダメージを食らってしまう。なるほどね、これ開けまくって落ちたら終わりってことね。うわ、勝てたな、これ。最初から勝てたな、リングブーメラン使ってたら。うっそー、ボスからじゃないの。
押す前からじゃないの。うわ、ワンアップ出た。まあいいや、もうワンアップ十分っすわ。っていうか、ボス前からじゃないんやったら、いい感じ使ったらよかったし。ねえ、ほんとに。バルーン回復してる。いやっほー！し、今度はそんな食らってないから。絶対いい感なしでクリアできると思う。あぶな、何あれ、え、なんで、あ、そういうことか。上にちょっとでも引っかかったら、なんか抵抗があったら消えるんですね。危ないわ。なるほど。下手くそ。よし、リングブーメラン、これはいけると思いますね。正直さすがに体力あったら負けるような敵じゃないですね。高さが絶妙。でもまあダメージを与えてる。ん？よっしゃ、終わった。よしよしよし。次は。ステージ2になるのかな、これ。よし。またどっちかとか、選択制はやめなさいっつってんの。なるほど。くそ、あいつうざいな。よっしゃ。回復は、あ、しといた方がいいパターンか。この辺からはちょっと大事ですからね、マネージメントが。何これ、ちょっと絶対これやな。危ない。よっしゃ、即死エリアだけは本当に勘弁やわ。ん？あー、なるほど。これでも即死じゃないよな、まさか。針ですけどね。よいしょ。よっしゃ。まあまあまあ。消えるブロックに比べたら全然マシやわ。なお、まともにただ、お、あ、あ、やばい！危ない。まともにやってどうするって感じですね。倒さないとダメか。あー、やばいな、だいぶ使ってるな。あ、届かない。ほとんど意味なし。あ、もう失敗した。ほとんど意味なし。HP はこの際いらない。押して、来るところ狙う。よっしゃ。リングブーメランを補充しといた方がいいのかな。いや、でも絶対先こっちですよね。
バルーン。怖っ。食らうか。分かってた。試したんす。パクってなってる時に行かないとダメってことや。え？違うのか。あ、そうか。そうか、そうか。こいつをかわしてこや。あれはどうやって、ためかな。ドリルかな。あー、うわ、いいの出たよ。取り逃した。何をやってんだ、本当に。焦ったわ。狼狽。狼狽するところを見せてしまった。来た、ワープ。どうやって取ろう。欲しいな、これ。ラッシュコイル使うか。なんでビビりすぎかな。タイミング全然違う。ここちょっと、あれ、なんで、マジか、あれ、もっとギリギリ、なぜこれでいいのか。よく考えたら、これでよかった。よっしゃ、ステージ2のボス、ダストクラッシャー。うわ、ちょっと待って、何これ。え、中入んのか。で、これか。うわうわ、あれあれや、これや。この野郎、バカ野郎。おお、面白い。なるほどね。あかん、あかん。挟まれたらやばい、絶対。2回に1回でいいっぽいですね。1回目は下スルーした方が良さそうですね。早い時は。で、遅い時に入って、通り抜けて、いけるぞ。おっしゃ。ああ、面白い面白い。面白いね。いいですね、いいですね。ふぅ。ステージ3ですか。うわ、音かっこいいな。またもう、うわ、自動スクロールです。あ、自動スクロールとこのギリジャンプ、考えうる最悪の組み合わせ。くっそー。うわ、難しい。まあ、めちゃくちゃしてきよるわ。ちょっと待って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 。これは取ろう。どれ補充するべきか。結構なギリジャンプですけど。Shut up.
これちょっと待って。なんとかならんのかな、これ。おっしゃ、無理や。危ない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 。ちょっとリングがだいぶエネルギーなくなってきてますねって言おうと思ったら、またこれ、またか。何もうまたもうわからんことやめて、ほんま。上に上がっていくパターン。リング補充。なるほど。わかった。仕組みはわかった。こうやって上げてって、こう。上がりきったら多分アウトなんでしょ？落ちてく、落とされるんでしょうね。うわ、間に合うのか、おい。いかん。どうやって飛んの？ん？そうか、これや。あれ？大丈夫やった。よし。OK、ボス。ドリルボム、ダイブミサイル、どっちでもいいのか。ダイブの方が楽かな。うわ、針あるやん。嘘でしょ、おい。なんなんこれ、何してくんの。激弱やん。あんまり効いてないな。まあ楽やからとりあえず全部使いますわ、これは。お、次下。下ってどうやって攻撃するの。あー、そういうことか。上がってきたね。食らって落ちないようにすればいいってことや。位置さえ気をつけとけば大丈夫。よっしゃー。あ、これは優しかったな。え、終わりですよね。ん、え、あれ、終わりじゃないの。こうか。ええ、どういうことバグってたんじゃん。嘘。なんこれ。なんかあったんかな。え、なに。ほんまにわからん。動揺。半端なく動揺してます。え、下のところに入る必要があったのかな。でも一応今右も押してたんですけどね。どういうこっちゃ。可能性としては、何が考えられるかな。倒し方は間違ってないから、ツアーステージが終わるはずなんですけどね。危なかったな。よし。あ、ほら、絶対さっきおかしかったって。もうちょっと待ったら、あ、そうか、わかった。
真ん中のステージ乗ればよかったんや、多分。なんやねん、自殺してもた。そういうことか。まあまあいいや、まあいいや。お、分岐？珍しい。そんなん選べないっすよ。うわ、ちょっと待って、なんかある。ちょっとずるくない？ここのボスにはダストクラッシャーって書いてあるんで、ダスト補充しておきたいですね。あとはまあだいぶちょっと補充しておきたいな、正直。いや、ドリルや。もし壁開けないとダメになったときドリル必要ですもんね。先ドリルやわ。ほら、よかった、もう早速や。予想通りすぎるわ。知ってたかのような。これ絶対、やっぱね、これは経験が勝ちましたね、僕の。よし、いい感、5個目。順調順調。うわ、ルート分かれてるよ。これでもね、ちょっとね、行きにくい方行きましょうか。どう考えてもこっちの方が行きにくいから、こっちでしょ正解は。あれ、いやな、もう無駄遣いね。どう考えてもこれこんだけ使っていくんやから、こっちの方がいいもんあるに決まってる。いけー。いい感、当たってたのか外れなのか分かりませんが、いい感ゲッツ。また分岐？いや違うな。あれは多分下行った方、上向こう行った方がと合流地点ですね、おそらく。うん？ああ、そういうこと。いや本当、でもドリル補充しといて本当良かったっすね。今から考えれば。これでもこいつ、ほらこいつラッキーなやつやわ。補充する。ドリル、今後のこと考えてドリル。これね、これ補充ポイントですね。この4では数少ないこの無限湧きポイント、補充しろと言わんばかりのね。よし、じゃあダストクラッシャーらしいんでいきますか。ダストクラッシャーオアワイヤーって書いてる。ワイヤーもありなんや。ワイヤーでやってみようか、試しに。あ、捕まったよ。ちょっと、何これ、ちょっと、どうやって。なるほど、こうやってダメじゃないのか。え、めっちゃ弱。ちょっと全然当たらん。ダストクラッシャーでいくか。捕まったらダメージ食らうから。こっち来といて。いや弱いな。
ちょいもうちょいもうちょいもうちょい。よっしゃ倒した。ブルース、はっ、カリンカ、ロックマンやめて。父はあなたの、あ、お父さんなんや。あなたの思っているような悪い人間ではありません。私がドクター・ワイリーに囚われていたので仕方なくあなたと戦うことになったのです。やっぱりワイリーか。知ってた、それは知ってた。お父様、ロックマンすまなかった。裏切ったな、ブルースめ。あ、ブルースってワイリーの手下なんや。こうなったらわしが相手だ。来たー。これはなんとなくもう分かりましたよね。よし。ということで、ワイリー登場でございます。ここからが本当の戦い。いいねー。独特しいな、色が。はい、じゃあワイリーステージ行くんですけど、また動画長くなるんでパート4に移動お願いしましょうかね。次が多分ラストになります。では移動お願いします。